皆さんこんにちは、マルタリエノです。さあ、集まれ動物の森、続きやっていきましょう。今日はですね、さっき普通にプレイしてたら案内所の前で路上ライブをしているフララを見つけました。なのでね、早速行ってみたいと思います。レッツゴー。はい、到着しました。こんな感じでレム君とチャス君が座ってフララの歌を聴いているっていうところに遭遇したんですよ。こんなところ初めて見たのでちょっとびっくりしちゃって、ちょっとね、コンポも用意してフララの歌だけをね、聞きたかったのでちょっとこんな感じにしていますが、今ね、ケケアイドルを歌っています。かわいい。これコンポね、この辺に置いとかないと、こっちが行くとね、普通の動物森の2時の BGM がね、流れててね、歌が書き消されちゃうので、ここにコンポを用意しました。今までもこんな路上ライブなんてやってた時あったのかな、初めて見たんだけど、すごい。こんなトタケ犬以外にもさ、案内所の前でライブやったりするんだね、初めて見た。で、ティーナも一緒に聞こう。ティーナティーナ、お掃除はいいからさ、フララの歌聞こう。めっちゃ可愛いよ、キキアイドル歌ってる。これね、コンポの音楽を変えたらその場で歌う曲が変わるんで、ちょっと変えてみますね。私の好きなキキディスコ。あ、ここ、こんな感じ、こんな感じ。歌う曲がね、変わるんですよ。かわいい。歌うまいね、フララ。何でも歌えちゃうね。ティーナもフララの歌を聴いて掃除がはかどるね。でもレム君の方にほうき入っちゃダメだよ、ほこりがレム君にかぶる。わー、すごい、やばい。あと何にしよう。あー、みんな集まり歌ってる、かわいい。いいね、いいね。わー、すごい、この歌も好き。ほんわかするね。ティーナも音楽に合わせてゆらゆらしてる。かわいい。ティーナも歌ってくれないかな一緒にかっこいい、これケケメダルかっこよすぎ。すごい、ティーナがヘドバンしてるように見える。すごいすごい。だいたいさ、歌ってるところってさ、なんか違うとこで歌ってるからさ、他のその時間帯の BGM に隠れて、その歌がね、あんまり聞こえなかったりするので、ちょっとね、今回コンポを近づけてみたんですけど、コンポを近づけるとこの歌だけしか聞こえないから、すごいね、ちゃんとね、あの OK ありで歌ってる感じがしてて、めちゃくちゃいいね、これ。かわいい。動物の歌ってみたシリーズの CD とか出ないかな。めっちゃかわいくない、これ。フララ毎日さ、ボイトレ頑張ってさ、声枯れちゃってるって最近ずっと言ってたもんね。このライブがあったから毎日頑張ってたんだね、きっと。すごい可愛いしさ、お歌もうまいし、癒される。乗ってる乗ってるかっこいいかっこいい。
すごいすごい。かっこいいな、何でも歌えるね。ティーナ、レム君にほうき入っちゃダメだよ。レム君のとこにゴミが集まってしまうよ。すごすごい、どんなジャンルでもいけるじゃん。フラル最高だね。めっちゃすごい。やば。でもやっぱりね、ケケアイドルがね、一番だなって個人的に思うね。これね、フララにぴったり。かわいい。わ、これずっと見てたいな。いや、私もなんかこれ座るっていうモーションがあったらそこに座りたいもん。立ってるしか無理だけど。はい、ということで今日はですね、フララの路上ライブの様子をお届けしていきました。コンポを近くに置いとくといろんな曲歌ってくれるし、あの時間帯のね、 BGM が全く聞こえない状態で歌を聴けるのでとてもおすすめです。皆さんもぜひやってみてください。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひ高評価ボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではバイバーイ。Thank you.